こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、まあコンピングっていうか、こうドラムでやってこうシンバルレガーとして左手とか右足とかをどうやって入れていいか分かんない、いつも単調になってしまうっていう、やっぱりすごい一番悩みが多いんですね。でここに関して、まあ一番最初は、まあ最初に受け答えね、僕はこのうなずき入れればいい。でまずはそこまではクリアしたと。その次の段階に行くのにすごい苦労してる人が多いので、ヘミオラのコンピングっていうのをご紹介していきたいと思います。ヘミオラっていうのはこう 1.5 倍のことなんですね。だから、タツタツクタン、ウッタンタンタ、ウタンタンタ、ウタンウタンっていう、こう、4サイドから見るとこうずれていく。こういうね、3つのパターンで、3つのパターンまで経由するとまた頭に戻るので、結局これずっと繰り返しになるんですね。で、スタートをどこからでもできるようにするという形なんですね。だから、まあそのシンバルレガートしながらやると、ワン、ツー、スリー、フォー、タン、タン、タン、ワン、ツー、これ A ね。タン、タン、B が、タン、タン、タン、ツー、スリー、フォー、タン、タン、タン、C が、ウッ、タン、タン、ワン、ツー、スリー、フォー、タン、タン、ここに流れたくなる。だから C は非常にこの頭に向かいやすいフレーズで、アプローチが要は4小節とか8小節の区切りのところの大きなこの強迫が来るところでこう頭を区切っていきたい。で 1,2,3 頭で区切るか、こうシンコペーションして、まあまだ進行形、これトコさんが言ってたんです。トコさんこれ進行形、これが終止形って言って一回話が終わる感じで、まだ続く、それでねって感じのまだ話が続く感じ、これは進行形ですね。どっちに行っても絶対合うんですよ。もうコンボの場合は自由にやってもらえば。で、このこっちを似合わせてギターとピタラってイエーだし、こっちを似合わせて、まあ、あのピアノとあったらイエーだしみたいな、こうなんかこう匂わせて相手がそこに合わさってきたら、おあったねって感じだし、ずれたらずれたで成立するんで、これコンボっていうのは結構面白いんですよ。でここのアプローチするときにウッタンタンタタドンみたいな、突然 これがここに向かうアプローチノートみたいな感じに考えると、ワンツースリーフォーパーパーパドンっていう風に話が続く、横に流れていく感じができるのがポイントね。今度はですね、このウッターンターンタのところのタイミングでちょうど、シンバルにこうアプローチしていく形ね、やってみると、ワン・ツー・スリー・フォー・ウッターン・タン・ドーンみたいなね。そうするとここにちょうどこうストンと落ちる感じが、こう横の流れができるっていうのがヘミオラの良いところですね。ほとんどみんなこれを使うので、もう当たり前のようにこれができるみたいな。で引き伸ばしていくとですね、例えばこれは A から始めると AB を経由してここのシンコペーションに着地するってなると、ワンツースリーワンツースリーフォーパン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 ってやると、すごい長いフレーズ。じゃあこのそれを今度は手と足で、同じところを手と足でいくとさらにこう横揺れな、ワンツースリーワンツースリーフォーパンポンパンこうかなり手前からあそこに向かっていきたいっていう歌を作れるんですよ。ね、これがヘミオラの面白いところで、じゃあ実際曲で使うとどうなるかというと、よくなりがちなコンピングね、これちょっとサマータイムでやってみたいと思うんですけど、まずこれね、でここの合間を埋めますみたいな、でちゃんと埋めれてるんだけど。ちゃんと合間埋めれてるんだけど、これとどうしても断続的というか話が盛り上がっていかないって感じになるん であともう一つの方はですね、もっと細かい音符を入れてみた。特にこれ8分符で4分符と8分符で歌ってるのに、これみんなこのフレーズ叩けるからよくやるんですけど、じゃないと思うんですけど、まあでもなんかこううまくこう混ざっていきにくいというか、雰囲気はなんとなく出るんですけどね。そしたらですね、じゃあ実際にヘミオラを使っていくとすると、ここはヘミオラじゃないです、ここはこのフレーズを足
と混ぜた。でみんななりがちですけど、手ばっかりでやろうとするんで、手って上の方しかならないんで、だから足を混ぜるとすごくどっしりします。でウッタンタンタウッドン、 B と C の流れを作ってるんだけど、ここはもう足にしてツッタンタンタウッドーンっていう、こうまあよくここ、これをこれを持っていくと、実際ギターとかピアノがここにあの長い音符をジャーンって弾いてくれる可能性があるっていう か、 だからこれはもうあの次を予兆させるフレーズになる。ヘミオラは次につながりやすいので予測つくっていうか、これ同じ長さがね、1拍半1拍半1拍半だから、ここに音が来るんじゃないかって予想させるわけですよ。でそれをフィルインでつなげて頭に持っていってあげるって感じですね。そうすると、歌と歌がこういう風になる感じ。歌があってトトって入って、歌が入ってトト、まあ、これもアンサンブルの一個だけど、やっぱ歌と重なりつつこうこういう風な形の方が音が寂しくなりにくいですね。ジャーンって弾きたくなった、ギターの人なんか弾きたくなったかもしれないですね。まあ今のちょっとこう、まあスニアだけなんでちょっと難しいですけど、電子ドラムだしね。でもこれが予兆させるフレーズになったりとかね。そうすると、このウッタンタン自体のメロディーも当たってるでしょ。ね。だからこう、ウッタンと問いかけしといて、またここ裏から入って、こうメロディーをちゃんとなぞりつつ間も埋めて、でも横の流れもできててっていう具合になりやすいんですよ。なんとなく入れるだけでこうジャズっぽいフレーズって全部そうなってるんで、はい、こういう風ですね。次はここが A、タンタンタンなんで A のパターンでしょ。頭から始まるやつで、ここまで4つ続けてヘミオラね。でここ4の表、ちょうどここのメロディーがあるから、 ここからずっとつなげていくと、ここまでずっとヘミオラだけで、裏裏でシンコペーションに着地するっていうか、進行形につなげるってことね。かなりこうつながってる部分が自動的につながっちゃうんですよね。これだとここちょうど合間が空いてるとこ全部埋めるし、そしたらこのメロディーの入りも裏にぴったり当たるからいいし、でこれもこれはここがたまたま弾き始めたけど、ここもここもここも合うんですよね。そうするとなんかやっぱりこう一緒に合ってると、これが半拍ずつずれたとしても、タタンタタンタタンってなって、横のこのフレーズとこのフレーズがこう重なって、こう共通点もいっぱいあるといいコンピングになりやすい。ヘミオラを使わないとむしろコンピングってあんまうまく作れないですよね。でダーンつ、これはただのうなずきで、ここから C、 うったんうったんたどんがが、ここでちょっとこうまたもう一遍 C に戻すみたいな、こっからここまでつなげて、ここからまた C のフレーズで、でまたシンコペーション、まあ C と言えるのかな、まあどちらにせよこういうこうヘミオラをうまくこう使うってことね。こういうところを混ぜていきます。いかがだったでしょうか。こんな感じでシンコペーションの練習というか、ヘミオラのコンピングの練習をしてもらうと、このねこっちの、このパターン、これねこのパターン、ヘミオラのコンピング、この A ばっかり B ばっかり C ばっかり、これ A からこの終止形につなげる、 B から終止形につなげる、 C から終止形につなげる、A から進行形つなげるみたいな感じでいろいろ練習しておくと、まずは1小節でここに向かうみたいな感じで、突然やめない。よくここの、これ、うたた、うたたで、これ、どこに行ったのって感じがする。よっぽどここにアクセントつけたら、シンコペーション行ったなって感じだけど、これなんかもう、うたた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 って、なんか喋り始めたんだけど、途中でやめるみたいな。俺さ、みたいな感じに聞こえちゃうのね。ここがちゃんと次の頭の、要はフレーズの終わりにつなげなきゃいけないんですよ。よっぽどここアクセントつけて、ここにクラッシュ打ったら、うたた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 、ドーンってつければ、こういう人はなんかつながってる感じがするけど、このフレーズってつながりにくいんですよね。で、こういうヘミオラにするとすごく横に大きく流れるから、スペースもいっぱい空いてるんだけど、なんかこう横の流れもちゃんと聞こえてみたいな、細かい音を埋めなくても矢印が見えるから寂しくならないんですよ。
ここがすごい大事。この辺が皆さんやっぱりこう苦手ですよね。単発のこう、こういう受け答えばっかりみたいな。だから相手が喋って黙るの待って、そこにちょっと音を入れる。それ昔僕もそう思ってたんですよ。でもどうやったらその切れ目を探せるかじゃなくて、相手のフレーズがこう山があった時に、相手のフレーズが終わりそうな時から自分のフレーズを始めて、あ、ここで終わるなと思ったら一緒に終わったり、ずれて終わったりみたいな、こういう感じのコンピングするためには長いコンピングが必要なんですよ。その時にはやっぱシンコペーションブック使ったりするんだけど、そのシンコペーションブック難しいから、先に覚えるのは、まずはこう細かい受け答えができた人は、次はこのヘミオラっていうのをぜひ挑戦していただければ、ものすごくこうコンピングがやりやすくなったっていうか、なんかこうドラムがいて、なんかこう分厚くなる感じっていうのが相手に伝わるんじゃないかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。